フラワーナイトガール始めたての頃にゲームセンターのバイトを始めたんですけれども、その頃花騎士にめっちゃハマってて、このフラワーナイトガールめっちゃハマってて、先輩からご飯誘われたんですよね。うちでご飯食わんみたいなこと言われて、まあ、ご飯みんなで食いに行こうぜみたいな感じだったんだけど、俺どうしてもフラワーナイトガールやりたくて、すいませんよ、でもやっぱり行かないみたいな誘ってくれたんだよね。でもすいません俺ちょっと用事あるんでつってフラワーナイトガールやりに帰ったんですよね。そしたらもうそこから先輩が一生よそよそしかったです。どうも皆さんこんにちは、みざです。本日は、フラワーナイトガールなんですけれども、ちょっとねガチャ回していきたいなって。まあ、一応、カレー石が 37,100 溜まってるんだけど、まあ、もうちょっとガチャ的には貯めたいかなっていうふうに思って、もうまったりやってたんだよね。もうなんか1ヶ月ぶりのログインなんだけど、まあ、今回は、ちょっとね、この、エノテラちゃんっていう子が、股間に響いたんで、まあ、ちょっとね、語りつつ回していきたいなっていうふうに思ってるんですよ。で、このエノテラちゃん見てると、まあ、俺だけなのかな。もうこのキャラクター見てて、ちょっとなんかこう、エピソードを思い出しません？なんかみんな的なちょっとエピソード、こう、ポーってしといて。俺のエピソードなんだけど、このエノテラちゃんを見てると、ミサダイダイっていう女の子がいるんですよ。知ってます皆さん。ミサダイダイっていう、まあ、これ18歳未満はもう、もう、ダメな話なんだけど、ミサダイダイさんっていう、エッチなコスプレをして、動画をそれ撮影して販売してる、AV じゃないんだよ。なんかこう、なんつうんだろう、戦場的なね、動画を撮って販売してる人いるんですよ。ミサダイダイっていう方が。うん。で、その方のね、終わりのセラフだったかな。なんかね、こんな感じのピンク色の小悪魔的なサムシングの女の子の動画があるんですけれども、僕それ買ったんだけど、すげえエッチだったんですよ。それを思い出すんですよね、このエノテラちゃんを見てると。まあ、なんでちょっと今回はね、こちらの方を回していきたいなというふうに思います。もう、これ見てるやっぱ思い出すもんね。俺のエッチコンロ点火するもんね。エッチコンロ点火！エッチチ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 チボン！これもう来たんじゃないこれ。新キャラクター。もうなんか久々に見たらさ、新キャラクター、お出てんだよね。でさ、名前新キャラ、あ、ここにも新キャラがいんのか。たまに新キャラ追加されるよね、ここら辺。めっちゃでかっ。どこ見てるの？露出多いの気になる。そうなの？どうなの？私の目を見て答えて。こんな女がいたらどうなっちまうんだ俺はリアルで。いきまーす。そうだよな。なんかフラワーナイトがローソンだったかな。お、来い。ローソンでさ、なんかフラワーナイトガールのキャンペーンやってて、あ、この子も可愛い。俺の拡大されてなくてもわかる。この子は可愛い。ちょっとタイプじゃなかったわ。そういう感じね。中二病系ね。お、これ新キャラじゃん。カモン？虹カモン？虹カモン？来いよ。うえ。そう、ローソンで新キャラクター、ローソンで、新キャラクターが、違うわ、フラワーナイトガールの、ウェブマネーキャンペーンみたいなのがやってたんですよ。うん。私、男って嫌いなの？おー。そうね。どうしてもと言うなら。下僕として使ってやらないこともないのよ。恐ろしい。俺なんかこう、昔はさ、はい、してくださいみたいな感じだったけど、なんか最近、こういうこと言われたらさ、あんみたいな。あんってなるんだよね。やっぱ年なんだろうな。うん。プライドが出てるかもしれない。腐れプライドがさ、俺の腐れプライド。ローソンで出てて、俺がさ、昔動画上げたじゃん。めっちゃ可愛い子。音切りそうじゃなくて。ピンク色のさ、ピンク色の虹の子。この子もなかなか可愛い。なんか一周回ってピンク髪が好きになってきた。ちょっと待って、ガチャラインナップでさ、6、レア度6のやつ。あ、結構絞られてんだね。ここら辺に。これが、襲名菊。この子めっちゃ可愛いじゃん。この子がさ、広告に出ててさ、クソ欲しいって思ったわ。マジでなんか、あと3回しか回せないでま。完全に、なんか、やっぱもっと石貯めときゃよかったな。やばい。こういう風に本当に欲しいキャラクターが出た時にさ、回すためにこう、あれしておかなきゃいけないんだな。いつもこう準備しておかなきゃ。お、マジでなんも。でもさ、なんか見たことないキャラクターいるもんな。低レアでも新キャラクター出してくれるのありがたいよね。俺さ、あれが好きなんだよね。ミントだっけ？虹にならない。かぶりが多すぎる。終わった。終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。もうこれでは出ないよな、もう。はい。もうここのプレミア、ここのチケットはもうしょうがないよな。もう全部回しちゃおう。あ、新キャラクター出た。金魚草。俺見たことあるな。これ金魚草多分別バージョンだよね。俺なんかどっかで見たことあるわ。どっかで会ったことある。ナンパな男みたいなこと言って。うん。お、新キャラ。いや、新キャラいっぱいいるわ。アロイちゃんかわいいね。ん？私にできることだったら何でもって言ったよね。いや、フラワーナイトガールもな、なんか人気だよね。なんかこう意外と人気、根強い人気あるよね。アンシャンテ、アッシェンテ、キュイジニエール、キュイジニエール、バッシリと。あと40回。もうバチバチ回していくわ。低レアもたまに追加されるから、このゲーム見逃せない。よし。あと。おい。あ、あれなんか虹いる。はじめまして、団長さん。虹はいたわ。虹はいた。教師志望なので、教えることは上手だって言われます。この子かわいいね。家事と事務作業も任せてください。後ろでせっせと頑張るのは得意ですから。おおおお、あと15連。おい金。ほらもうなんかこうやって久々に回してさ、新キャラクターをポコポコ見るの好きだわ。気にするな。ゼラニウムによこされたんだが、着ないと言ったら悲しい顔をされて。俺がやってた頃はガーベラだっけ？なんかガーベラがすげえ弱いみたいなこと言われてたんだけど、救済とかされてそうだよね、ここまでなってくると。ガーベラ。なんかこうやっぱ強い、おい。という感じで、まあ、今回の新キャラクターとしては、まあ、狙いのものは出なかった。狙いのものは出なかったけど、なかなかいいやつ出たな。星6、星5の、これで、なんかその時、なんかね、アップデートされてんだよ、これ。一番上に、あれですね。一番入手新しい順。これ。新キャラクターとしては、この怪盗なんとかと、下僕ちゃんと、どっかで会ったことあるちゃんと、可愛い子と、まあなかなか悪くなかったんじゃないでしょうか。まあこんな感じで、まあフラワーナイトガールなんだけど、なんかちょっと一個だけ戦闘画面いっていい？俺なんか戦闘画面ですげえ変わったなっていうふうに思ってるとこあって、ここ、このスキルがさ、ボンって出るところとかあってさ、なんかすごい、なんかそういうところが、フラワーナイトガール変わってんなって思って、なんかこう久々にやってるとちょっと楽しくなってくるなっていう話でした。まあそんな感じでね、まあフラワーナイトガール、まあ皆さんも、今から始めるのはちょっとあれかもしれないけど、まあ、なかなか悪くないゲームですよっていう感じのガチャ動画でした。それじゃあまた機会があればお会いしましょう。さよなら、バイバイ。